はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ババさん様、ボス様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたーく頂戴して、河野太郎裁判費用と政治活動資金にさせていただきたいと思います。テレ朝玉川徹、ヤジぐらい受ければいい、選挙妨害ではない。2017年安倍総理演説妨害について、眉を潜めて嫌悪感を抱いている人も多いと思う。支持が得られると思うんですかね。2024年翼の党選挙妨害容疑について、言ってること真逆なんですけども、隠してテレビは信用を失っていくと、世論です。未だに安倍がやってるのですか。まあ見事なダブスタだこと、絵に描いたような二枚舌、ほんといい加減だよね。だからマスゴミと言われる。立憲が攻撃されたから報道しただけで、自民党ならスルーしてただろう。ありそうですね。民放労連は立憲支持を公言してるんですよね、実は。それでなんで公平で中立な放送報道ができるのかと常々疑問に思っておりました。私は、翼が立憲候補も攻撃したから敵となったわけで、自民が妨害されてたら翼は正義の味方、庶民の代弁者ぐらい持ち上げてたんじゃないんですかね。まあいいっすね。こうやって信頼を失っていけばね。誰か忘れましたけれども言ってたけど、テレビは緩やかに自殺している。そのまんまっすね。事情不可能、治療不可能、予後不良なんで、まあ滅びんのを遠くから眺めていましょうかっていう。あとね、何かあったらこういう風にいちいち叩いてですね、追い込んでこうかっていうのもご提案いたします。翼の党に演説突された維新、公職選挙法改正案提出。選挙妨害令として著しく粗やまたは乱暴な言動、聴衆が演説を聴取することを困難にする行為を明記する案に共産党が反対。合法的に警察が介入できることになりかねない。警察が介入する場合は全部合法的じゃないのかなっていう疑問もあるんですけど、共産党の中では警察の介入は全て非合法っていう認識になってんのかなっていう、こういうところも日本語通じねえなって、思うところですかね。時の政権に立てつくような言論を規制していく方向につながりかねない、ことを恐れているみたいであります。まあ共産党は今回ですね、立憲の酒井夏実候補に乗っただけで直接被害受けてないですからね。世論です。共産党には告示日前からたすきかけて活動する自由とかあるからね。ちなみに大阪の共産党ホープの辰巳が供託金没収レベルで落選しました。立憲民主党や共産党が安倍首相の選挙演説へのやじ妨害を表現の自由と擁護したからこうなってんだろう。共産党はもう供託金払えないだろ。凱旋右翼から共産党を守ってきた警察官がまるでバカみたいじゃないですか。共産党現行の法に基づき選管が厳正に対応し選挙の自由をしっかり保障すべきと、法改正せずに今の法律で何とかしろってことらしいんですけど、何とかなってないからこうなっちゃってんじゃねえの、何言ってんのかな。選管なんてただの市役所員ですかね、区役所員ですかね。なね、暴力的な連中に対応できないよ。時の政権に立てつくような言論を規制していく方向につながりかねない。さすがね、暴力革命を目指す党だな。政府に立てつく前提なんだよな。聴衆が演説を聴取することを困難にする行為は選挙妨害のどこがね、政府都合で取り締まれることなのか全然わかんないんですよね。だからあの人らと使ってる日本語違うんだな。同じ日本語でもあの人らにとっては違う意味になるんだなって私は常々、思っておりましたけれども、赤旗ですから信者しか呼んでないから、まあ何主張しても書いてもいいかな。あれでしょう、信者限定でしょっていう。川崎市差別防止対策など審査会、
在日コリアン住民に対するネット上のヘイトスピーチが104件あり、過去最多だった。これ季節ごと年4回やってるらしいんですけど、まあ3ヶ月分で104件ってことなんでしょうね。連れ、帰れ出て行けが最も多かった。審査会会長削除要請にもかかわらずヘイトスピーチが減らず残念。プロバイダーが削除要請に応じてないみたいであります。104件のうち5チャンネル66件、5チャンネルのまとめサイトが36件。まあ5チャンネルは削除に応じないですな。サーバーアメリカにやるし、ツイッターや YouTube は川崎市じゃなくて一般人が監視してて、まあ監視っていうかね、通報に応じて審査し、必要があれば投稿削除してますよね。あとはよっぽど常習犯ってなるとアカウント削除もしてますよね。川崎市じゃなく、自主的に。世論です。見つけたのが104件って少なくないか。兵役に行けは義務なんだから大丈夫だよな。この板だけで104件なんか超えてない。書き込みが不快なら見なきゃいいじゃんか。祖国は素晴らしいって連呼しているのに帰れが差別ってなんで。嫌われたくなかったら日本人より犯罪率と生活保護率下げないと。川崎市が世界中を監視してんのおかしいだろ。川崎市差別防止対策など審査会の監視範囲ってどこまでなんでしょうね。川崎市住民に対するもの限定なのか、川崎市住民に対するヘイトスピーチ限定なのか、川崎市住民によるヘイトスピーチ限定なのか、よくわかんないですね。ごちゃんはですね、投稿者が川崎市の人だってはわかんないんで、やっぱり川崎市住民に向けた投稿を見張ってんのかな。104件少なくない？確かに少ないです。一つの板で1日にそれ以上あるでしょう。東和版とかさ、その他でも。審査会会長は参戦された弁護士らしいんですけど、季節ごとにね、数時間集まって何十万ももらえる利権になってませんかね。これこの利権作りたくて川崎市はヘイトスピーチ条例作ったんじゃないのって疑われてもしゃあないな。削除要請に応じてもらえないって効き目ないんだからさ、何のための審査会なの？わからんよこれ。税金の無駄なんじゃないのこれ。毎日新聞鼻息荒くですね、過去最多って言いたいらしいんですけど、こんなもんやり方次第ですぐ何十倍も何百倍も見つかるんじゃないのか。いや頑張って見つけろってことじゃないんですけどね。 NHK 最新調査、改憲議論を進める必要がある 60%、 進める必要はない 25%。 あれ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 、長い間半々だった世論もだいぶ変わってきましたね。これやっぱりウクライナ侵攻であるとか台湾が危ないっていう世論、報道なんかも多くなってきたからかな。共産党これどうすんの？世論です。改憲って言われてもどこをどう変えるのか知らないと賛成も反対もできない。憲法は一字一句変えてはいけないという左翼のには反対。パヨ、国民の6割がネトウヨ。憲法を変える前に敵国条項削除だろうな。自衛隊の手足を縛る9条を改正しなくては。立憲共産令和社民が日本人から孤立していく。現、これを言うなら立憲共産令和社民から、いいのか。現憲法は丸腰最強説と性善説で作られてて時代に合ってない。この板ね、嵐がひどかったです。すんごい。無関係の変な投稿いっぱい。多分パヨが発狂してせっせと投稿してんでしょうね。投稿してんでしょうね。荒らしてんでしょうね。ご苦労なこって。この調査結果をよく NHK が発表したなって、思いました。これじゃあ国民投票やっても勝てそうですね。左翼の網だめだな。時間の経過でもっと改憲に傾くんでしょうね。パヨはね、GHQ が作った憲法を一字一句変えるなと言いつつね、日米同盟破棄、米軍は出ていけって言ってるわけで、親米なんだか反米なんだか、どっちなんだか全然わかんないですね。その時々で都合でダブスタに参じたは左翼の特徴ですね。玉川徹のようにね、9条があるせいで有事の際にもですね、自衛隊車両が信号守らなくちゃならないっていうバカな制限がかかるらしい。早く削除した方がいい。9条変えろって世間は言いますけれども、私はまるっと削除を決断にした方がいいと思っております。異論は認めますけど、日本国憲法は7条8条次10条でいいよもうっていう、考えを持っております。あと9条と同程度に
大概の全文も削除、欠番がいいと思います。なんせですね、我々は国家防衛を平和を愛する諸国民に任せる、だが国際社会において名誉ある地位を占めたいなんてバカなこと書いてあるのが全文ですよ。ずずしすぎんでしょそんなの、自分で自分の身は守んねえ、他人に守ってもらうけど名誉ある地位を占めたいとかずずしすぎんだろ。この全文大概だよな、憲法学者とか何の疑問も持たねえのかな、つくづくね、おかしいよなって思っております。WEF 世界経済フォーラム、ダボス会、通称ダボス会、家庭菜園の禁止予定自家製食品は地球を破壊しており、こっからもう分かんない、唯一の解決策は国家に果物や野菜の栽培を担当させることだ、共産主義ですか。あ、なんで家庭菜園が地球破壊してんだかも全然わかんないね。世論です。何言ってんの、お断りします。また種苗食品利権かな、自給率を低下させようって陰謀、メンバーに竹中平蔵がいる時点でお察し、ど田舎畑あり物件に引っ越したから何か作ってみたい、それなら作物の運搬がダメだろう、家庭菜園禁止して農業が国家がやれて、それなんてコルホーズ、ソフホーズなんですか、家庭菜園が地球を破壊してるっていうのも全然わかんないですね。取れた作物を二酸化炭素出しながらトラックや船で運ぶより家庭で消費しちゃった方が二酸化炭素出ないんではないですか。ダボス会議ってあれですよね、炭酸ガスがーってわめくくせに世界中からメンバーの上級民がですね、車の何百倍も何千倍も二酸化炭素を出すプライベートジェットで駆けつけて批判浴びたとこね、国連はじめ国際機関ってほんとろくなとこないですね。全くろくなことないですね。今日の単身 NHK 最新政党支持率調査、上の調査と一緒にやったのかな、自民と立憲の年代別支持率比較、自民分の立憲で倍率論、つまりこれは自民党を100とした場合立憲は何パーセントぐらいなのかな、40歳以下 7.1%、 40代 40%、高いですね立憲ね、50代 23.3%、 60代 22.7%、 70代 28.8%、80代以上が23.6%、これ見ると特徴的なのが40歳以下は立憲すごい嫌われてて、40代がなぜかすいてて、70代も若干すいてて、あとは横並びって感じですか。最も立憲と自民なら立憲がいいなって思ってるのが多いんだが、40代これなんでだろう、全然わかんないですね。最も熱烈に自民支持してるのは80歳以上ですね、40歳以下の立憲支持率はひどいもんですね。なんで補選で参照できたんだろう、全くの謎なんですけどね。40歳以下もちっと選挙行かないとダメでないですかこれ、日英伊戦闘機共同開発条約案が衆院通過、反対したのは共産と令和。共産と令和は中共の犬としての立場がぶれないですね、立憲は賛成したのか意外だな、支持母体の連合にですね、戦闘機開発に携わる企業の労働組合が入ってて反対すんなよって指示があったかもしれないですね、反対レギュラーの社民は反対しなかったのかって一瞬思いましたが、そういえば社民は衆院に議席なかった、失敬失敬、社民の衆議院議員がいたらまあ当然反対したでしょうね。6月の都知事選に自民党は候補を擁立しない方針を発表しておりました。都派議員の生活もあるし、小池元都知事が参戦目指して出馬することは確実ですね、東京の自民党って増添とかね、小沢一郎の子分の増田とかろくでもない候補連れてくることで有名であります。だからポットでの小池百合子に負けた、いつになったら分かってる候補を連れてくんだろうな、そのままいつまでも目覚めないんだろうか東京自民は、分かってる候補連れてこいよ、分かってる候補よって、思います。非常にチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。